とりあえず自分で塗装したものがこれらになります。一応これは塗装によるガンブルーの表現の一つということで、ちょっと室内だとちょっと暗く見えるかもしれないんだけども、光当てるとこうちょっとブルーっぽくなったり、まあそんな感じで、あとはまあ自分好みのと自分好みでいろいろと塗装して、私はどっちかちょっと黄色が好きなんで、まあ、これはちょっと黄色っぽく、あとは塗装による表現として全く同じ塗料でも艶消し、艶あり、まあ、同じエアブラシで2種類の塗装方法、あとはこんな風なサテン状にもできます。これはエアブラシじゃなくてだからそういう風な缶スプレーを使ってます。あとこちらは普通のシルバーとは違うシャンパンゴールド風、微妙に黄色がかってます。こちら6分の1です。ちゃんとスインガーとしてカート持ってます。見えなくなった大変。あとはまあ大物ミニガンですね。これを片手で持てる人はあんまりいないと思いますけど。見えますか？いいものです。ここテレポ入る。どうも、はじめまして。各ブース紹介。展示数は、G-HOP の弾道特性データと、まあ、リチウムフェライトの説明と、先日動画でも公開した MACS 搭載の電動ガン実機の展示と、動画の各種作った作品の展示ですね。まず G-HOP の説明ですけれども、とこちらが先日G36の実験で使ったバレルのそのものになります。ジホップの特徴は通常のホップパッキンと違って、バレルの窓に貼ってあるこのスピンシートでホップをかける方式ということになります。でこれを上から面で押すようなパーツを作って、で上に丸いのパッキンそのまままた内部の突起を切り取ったものがかぶさるんですけれども、でこう押すとこのパッキンが均等に前から後ろまで降りてくる感じになります。でホップのかかる距離が長いので、弱い爆弾抵抗でも効率よく初速を落とすことなくホップかけることが可能です。でもう一つの利点としてはホップの突起の距離が前後に長いので、BB弾が後ろの位置にあってもノズル調がちょっと不足しててもパッキンが長いのでどこでも抑えることができるっていう利点があります。これがノズル調の自動調整機能ですね。でそれがG-HOP のもう一つの特徴でもある命中精度として顕著に現れてます。で弾道特性を見てもらうと分かる通り、ノーマルがやや
浮き上がって放物線を描くのに対して、ジホプは浮き上がりの低い低心弾道に近い弾道で、距離自体は同じなんですけれども、より弾道の高低幅を抑えることができます。これが一番の特徴ですね。なのでさらに強角をつけて射撃するときとかはジホップの方がかなり有利になってきます。こちらが今昨年からずっとデータ取り進めている各種リチウムフェライトバッテリーですね。でこちらが H23 のセルを使ったもの、こちら自作品ですけれども、とちょっと業務探知機用のバッテリーですけれども 13.2V の作ったものと、こちらは IRE さんの製品と、こちらはフォアグリップの中に入れたバッテリーですね。450の 9.9V ですね。こちらの展示と、あと放電特性とか実際に取ったデータ一通りの展示とはデータシートその他ですね。こちらが MACS とモーターアシストコッキングシステム搭載の電動 M4 です。従来の電動ガンはモーターでギアを駆動させて、カットオフレバーで強制的にスイッチ跳ね上げることでセミオート制御してたんですけれども、これはその中にシアを組み込むことによって、ピストンを最高端位置でシアで保持しておいて、で通常のエアコッキングと同じようにトリガーでシアを解放して発射で、そのピストンの位置とトリガーの位置を検知してモーターでまたコッキングポジションまで戻して待機状態っていう風な感じの決死の電動ガンに近いメカニズムになってます。でとりあえず今のところはセミオートオンリーの機種として考えています。これもパッチなんです。メインスイッチが入ってますので、これをオンの状態にしてセレクターをセミの位置にするとこういう風にコッキングポジションになります。ここでもうトリガーを引くとという感じでエアコッキングのように動作します。でトリガーを前に戻すとその位置を検知してというふうに巻き上げが行われますというような感じで動作します。ぐらいまではなんとかついてきます。で射撃を終了するときはメインの電源をオフにして、で安全な方向に向かって一発打つと、もうピストンはコッキングされないので、これで OK という感じですね。